餃子の方を包んでみたいと思います。はい、はい、で、まあ餃子包むんですけど、ちょっとあの本来のこうヘラを使うんですけど、ちょっと家庭の今日はあのキッチンがあのお邪魔していて、ちょっとスプーンしかないので、うん、このスプーンを使ってやってみたいと思います。はい、こんな感じです、うん、でこちらを、まずこういう感じで、ちょっとスプーンでやるんでね、うん、あれですけど、まあ、大体具をこのぐらい乗せて、うん、あとも感覚ですかね、うん、でちょっと長細くして、うん、で今度こう持ち替えます、うん、こういう感じでね、そしたらこう1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13って入れて、うん、こうキュッとこう形を最初に整えます、こういう感じで、うん、ですね、でこういう感じです。どうでしょうか。うわ、餃子です。じゃ続いてもう一個いってみましょう。このままこう乗っけて、でちょっと縦長にした方がいいのかな、このぐらいでね、うん、うん、ちょっといくかな、こういう感じで。水をつけて海苔にするっていうのは必要ないんで。そうですね、あの具をこの具のこうなってるじゃないですか、うん、こうなりますよね、うん、ここにちょうどはめ込む感じ、具で包むみたいな。なるほどね、具を海苔にしてこういう感じで、うん、こういう感じ、こうゆっくりやりますよ、こうこう、うん、こうこうこう、うん、ほら、なるほど。で最後ピッて止めて、で最後こういう感じで、あ、ね、で整えてから出来上がりです。うわ、でこれをこういうふうにね、こう綺麗に並べていきますね。あ、芸術だな。こういう感じでね、あともう慣れなんで、うん、まあ、ご家庭でやるときは、まあ、この動画を見ながら、練習、まあ、同じように身を見まねで、うん、まあ、練習していただければなと思います、うん、まあ、あのヘラがあると結構楽なんで、うん、いいんですけど、まあ、こういう感じでもう一回いきましょうね。こういう感じでね、うん、でこうチュッ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 ですね、うん、こういう感じで、で最後整える、はい、でこう出来上がり、はい、こういう感じですね。あ、三日月型が綺麗、うん、そうですね、うん、これもどんどん、まあ、やっていくんですけど、餃子ってやっぱ楽しいですね、うん、こうね、うん、包むのね、うんうん、こういいですね。でこういう感じ でちょっと多い場合こう落として、落としてね、こう平らにして、でこうして、うん、でチュッ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 ってこうやってます。こうですね、お、うん、こういう感じでやります。こういう感じですね、超綺麗。でこういう感じでやります。うんうんうん、どんどん包んでいきましょう。行きましょう。数やっていけば ね、だんだん上手になってくるよね、うん、こういう感じにして、うん、でこうして、うん、ちょっちょっちょっでこう肉でこう皮とこの微妙なバランスを取りながら、うん、包んでいくと、結構綺麗にできます。こういう感じですね。こういう感じです。でそれではしんでくん、はい、やってみてもらえ、うん、どれ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 しまして、アクションシルカーズしんでくんが進みます、うん、進みます。まあこんな感じですね。こんな感じですね、はい、で鳴らして鳴らしてちょっとこういうのね、ちょっと多いかな、こういう時はちょっとこういう時は取る、取りながら、ね、で形も整えながら、整えながらで周りのここを取るたりしてね、うん、綺麗に取って、はみ出ちゃいますもんね、はみ出ちゃうから取って、で上は鳴らしてまっすぐにちょっとこう鳴らして、鳴らして鳴らしてって、うん、でこうしていってこうですね。そうですね、うん、でこうですね、はい、はい、で、あ、違うぞ違うぞ待てよはい、はい、はい、そうですそうです、うん、で、ちょい、で、ここの時はこうですね、うん、こうか、こう、うんとね、こうなってるのでもう一回ちょっと開いて、うん、開いて、うん、で、こういう感じなんですよね。ここでこうやってで、うん、親指と人差し指で挟んで、うん、でこういう感じ、うんうん、こういうふうにこういう感じ、うん、簡単にやるとね、うん、でこういう感じにこうやって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 、うわー、綺麗になった。でまあ多少ね、うん、あの失敗した人もこうやって復活ができる。復活しましたね、見事修正しました。復活しましたね。はい、では、はい、続いて、はい、餃子を焼きたいと思います、はい、いよいよ焼きますよ。焼きに来ました。はい、はい、でまず火を入れます。火を入れて、うん、でここはもう火力も全開、うん、全開でね、はい、全開にします。はい、で、鍋をまあしっかり温めますね、うん、そ
さあどんな感じで焼き上がるんでしょうか。はい、ね、焼いてみてのお楽しみ、 で今日ちょっとご家庭お伺いして、うん、楽勝してるかということで撮影させていただいてまして、はい、そうですね、はい、で今回使う道具が全て初めてです。はい、なるほど、はい、なんでいきますよ。で次まず油入れていきます。あ、入れてる、はい、全て家庭用の機材ね、やってますからね。ね、ちょっとはみ出しちゃいました。いっちゃいましたね。いっちゃいましたね。でまず油を引いて、うん、まあ、そういうこともあります。うん、で続いて、もう餃子をもう置いてちゃう。あ、いっちゃいますか、もう。いっちゃいましょう。はいはいはい、はい、でこれうん、バックヤードで、皆さん焼いて包んでくれた餃子の、うん、なので、うんうん、ちょっと形がまばらですが、うん、まあ、味には影響しないと思いますので、うんうん、ね、手作り感が、ね、はい、出ていいと思いますよ、ね、で続いて、うん、そこにお水投入、お水をいくわけですか。お水投入しましょう。あ、こんなにいっちゃうんですね。はい、ね、もう、はい、3分の1ぐらい、そうですね、浸かるぐらいですかね。そしたらまあ蓋をします。蓋をする。でここで3分30秒の、タイマーをかけましょう。はい、はいはい、じゃあこのぐらいで、はい、30秒いきましょう。はい、楽しみですね。どうなるのでしょうか。タイマーが鳴りました。はい、いよいよ3分30秒。はい、はい、で、3分30秒経ったので、うん、火を1回止めます。はい、で止めて蓋を取りますと。ほらよと。お、いい感じですね。出てます。そしたら、中にあるお水を今度は捨てますね、うん、で捨てる時にこういう感じ。ああ、なるほどね。あ、こういう感じで捨てます。中身も出ずに、そうです、だけが捨てる、こういう感じですね、うん、はい、今度は火をつけ て、 でちょっとここね、火力周りがちょっと火強くなるんで、ちょっと本来強火でいくんですが、うん、少し弱火でいきましょう。はい、ちょっとそれはね、家庭の状況に合わせて、ね、火力調整をしていただければなと思います。で続いて油をスーッと、あー、でここで、うん、まあ、大体本来2分ぐらい焼くのですが、うん、はい、ちょっと様子見ましょう。様子見ながら焼きましょう。はい、はい、まあ、料理って音が大切ですね。なるほど、うん、やっぱりこう包丁のトン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 と音とか、やっぱりそのお袋の味と言いますが、それは味だけではなくて、うん、そういう音、うん、そのお鍋の振る音とか、うん、こういう炒める音とか、うん、それも全て含めて、うん、お袋の味かなと思います。料理ですね。はい、目で楽しみ、耳で楽しみ、そうですね、味で楽しみ、そうですね、なるほど。まあ料理っていうぐらいですから、うん、漢字で書くと、うん、調味料の量で理解の理なんです、うん、なるほど。そういうことはどういうことかというと、うん、調味料を理解していれば、うん、美味しい料理ができるってこと、うん、はい、そういうことですね。 なので、まあ、調味料、まあ、塩とか、うん、胡椒とか、まあ、いろいろあると思います、はい、であとは素材の材料の量なんです。キャベツとか、うん、白菜とか、うん、その材料も、うん、その素材を理解して、うん、調理をするっていうことがやっぱりポイントになってくるので、そうなったんじゃできない。そうです、うん、そういうことですね。それがまあ料理かと思います。なるほど、はい、お、いい色になってきましたね。素材の様子を見るとどんな感じですか。うん、もうちょいですかね。もうちょいですかね。うん、タイマーも私ちょっと入れるの忘れてしまったのでね、あとはちょっと音とかこう目で見た段階かな、ね、うんうんうん、ちょっと見てみた。で周りがちょっとまあいい色になってきたので、はい、はい、はい、一応この辺に詰めてみましょうか。はい、はい、でそれでは、こう剥がしていって、ほらよ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 、で、こう取って、うん、おっとっとっと、はい、はい、でこれキッソン、あ、いい色、いい色ですね、黄金色ですね、出ました。これほん、で基本ここ黄金色が、まあ、基本的にまあ何ていうのかな、まあ、正しい、うん、これも一応ですね、こういう感じでね、うん、あ、色がいいですね。どうでしょうか、うんうんうん、美味しそうでしょう。超美味しそう。食べたいね。食べたいね。はい、餃子出来上がり。出来上がり。